というわけで今日はこちら小麦で繊維のちゃんぽんを食べていきたいと思います。ちゃんぽんなのでちょっと家にある具材少しいろいろ入れてみました。家にあるものを急遽集めただけなんで本来のちゃんぽんとはかけ離れたものになってしまっていますが、まあそこは多めに見てください。いただきます。ちゃんぽんというだけあってスープのコクと旨味濃厚さがしっかりと感じられる美味しい商品になっていますね。醤油や豚骨とはまた違う独特なスープの美味しさが食物繊維たっぷりでも見事に現れていてとてもいい商品だなと思いました。あとはちゃんぽんらしく魚介や野菜を用意できたらよかったんですけど、まあもう毎度言ってますけどないものをねだっても仕方ないのでね。あなたが食べるときはぜひにとも魚介やお肉などをトッピングしてみてください。そして何が一番美味しかったかというのを私に教えてくださると嬉しいです。では私が食べた感想について述べていきますよ。この後すぐにね。あなたのおすすめは？ごちそうさまでした。ちゃんぽんなのでスープにただごくごくと飲めるあっさりだけでもこってり脂っこくまろやかな口当たりの濃厚だけでもなく、そのどちらも長所をうまく取り融合させたような強い美味しいスープになると思いました。あと麺も太めでもっちっとしておりしっかりとした噛み応えがあって美味しかった。もっと野菜とか魚介とか入れたらよかったんですけど、その麺だけでも十分に美味しく食べられるちゃんぽんになっていると実際に食べてみて思いましたね。というわけで本日食べた海鮮小麦でちゃんぽんは5点とさせていただきます。そのままでも十分美味しいというのはいっぱい具材を用意するの面倒だけどちゃんぽんの気分を味わいたいという時にいいですね。それで食物繊維が取れるのだから嬉しいことこの上ありません。ご視聴というわけで本日は小麦でのちゃんぽん麺を食べてみた動画でした。あなたは気になりました？もし気になったのであれば実際に食べてみてくれると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけるとチャンネル登録コメント高評価をしていただけると嬉しいです。では演武終演。